エントゥームド。エントゥームドは、スウェーデン出身のデスメタルバインド母国のデスメタル新員創生期から活動し、影響を与えた先駆者として知られている。2014年に、バンドが分裂したエントゥームド AD 名義も、この項目で扱う。1987年、デスメタルバンド、ニヒリストを結成。1989年、同盟バンドの存在を知り、 エントゥームドと解明し再始動。数本のデモを作成後、イギリスのイヤーエークレコードと契約。1990年、ストックホルムのサンライトスタジオで、トーマス・スコークスベリをプロデューサーに迎え、レコーディングを行い、ファーストアルバム、レフトハンドパス、放題、転落への道リリースする。アルバムでは、ベースは、ニッケ・アンダーソンとウフェ・セーダールンドが兼任する形となった。 1991年、ラーズ・ローゼンバーグが加入したが、エルジー・ペトロフが脱退してしまい、コメコンに加入してしまったので、代わりに、ニルバーナ2002のボーカリスト、オルバル・サフストロムをゲストに迎え、シングル、クロールをリリース。続いて、ニッケ・アンダーソンがボーカルを兼任する形で、セカンドアルバム、クランデスティン、放題、密走をリリースすこととなった。その後、新ボーカルとして、 元カーネイジのジョニー・ドルデビックを加入させ、ヨーロッパとアメリカをツアーした。1992年、イヤー・エイクレコードによるパッケージツアー、ゴス・ズ・オブ・グラインドをカーカス、カテドラル、コンフェッサーと共に行い、ツアーに合わせてシングル、ストランジャー・モンズをリリースした。ジョニー・ドルデビックが脱退したので LG ・ペトロフを再度加入させることになった。 1993年、ミニアルバム、ホロマン、ついで、サードアルバム、ウルバーン・ブルーズをリリース。1994年、ミニアルバム、アウト・オブ・ハンドをリリース。1995年、ラーズ・ローゼンバーグが脱退し、公認にグレイブのユルゲンス・スンドストロムが加入した。1996年、イヤー・エイクレコードを離れ、ミュージック・フォー・ネーションズと契約し、サンライト・スタジオで、 アルバムのレコーディングを行う。1997年3月にミュージックフォーネ t i o n より、ホースアルバム、ダクックスビ、ツーライド、シュートストレートスピークザトゥルース、放題、スピークザトゥルース、をリリース。ニッケ・アンダーソンは1995年より、活動していたサイドプロジェクトヘラコプターズに、専念するために脱退し、公認にフェイスダウンのドラマー、 ピーター・スターンビンドを迎える。1998年、プロデューサーに初めて、トーマス・スコークスベリではなく、ダニエル・レイを起用して、レコーディングを行い、フィフスアルバム、セーム・ディファレンスをリリース。また、フルスのイヤー・エイクから契約消化のためか1992年に、ロンドンのアストリアで行われた、ゴッズ・オブ・グラインドツアーのファイナル公演を記録した、ライブアルバム。 ムンキーパースが CD とビデオでリリースされる。ビデオはその後2001年に PV を加えて DVD として発売された。またこの年に初来日公演を行う。1999年、マンズルーインレコードよりミニアルバムブラックジュジュをリリース。2000年初のセリフプロデュース作となるシックスアルバムアプライシングをリリース。 2001年、セブンスアルバム、モーニングスターをリリース。2002年、2月15日からスウェーデン、ストックホルムのロイヤルオペラハウスで、ロイヤルバレエ団との公演が8回行われ、大盛況を迎えた。2003年、エースアルバム、インフェルノをリリース。2004年、2002年3月1日に、スウェーデン、ストックホルムのロイヤルオペラハウスで行われた、ロイヤルバレエ団の公演が、 アンビリーリステイトとしてリリースされた。2006年に初期メンバーのウフェ・セーダールンド、さらにユルゲン・サントストロム、ピーター・スターンビンドの3名が脱退し、ニコイルグストランド、オーレ、ダールステッドが加入。2007年にナインスアルバム、サーペント・セインツ、ザ・テン・アメンド・モンツをリリース。2010年にニコイルグストランドがギターに転向し、 ビクトル・ブラントが加入した。2013年にセンチュリーメディアレコードに移籍し、テンスアルバム、バック・ツー・ザ・フロントをリリースする予定だったが、予測不可能な技術的問題発売が延期された。2014年1月、アレックス・ヘリットと LG ・ペトロフ側4名で分裂。バンド名がオリジナルメンバー4名に所有権があるため、ペトロフ側は名義をエントゥームド AD に変更して、 活動開始。テンスアルバムになる予定だったバックトゥーザフロントには、もともとアレックスは参加しておらず、エントゥームド AD 名義でリリースされた。アレックス側のエントゥームドは活動を停止する。2016年、エントゥームド AD セカンドアルバムデッドドーンをリリース。アレックス側に、ウフェ・セーダールンドとニッケ・アンダーソンが復帰し、オリジナルメンバー3名で活動を再開。 最初の2枚のアルバムは、ストックホルムのサンライトスタジオで、トーマス・スコークスベリをプロデューサーに迎え、共にレコーディングを行い、チリチリとした高音のギターサウンドが、特徴的スウェディッシュメタルのサウンドを、ディスメンバーラと共に確立させ世界中に影響を与えた。今でも、北欧デスメタルといえば、当時の彼らのようなサウンドのことを指すことが多い。 その後のロックンロールにデスメタルのエッジを加えたかのようなサウンドに変化し、デスエンロール、デスエンロールと呼ばれるようになった。ドラムのニッケ・アンダーソンが脱退後のフィフスアルバム、セーム・リファレンスでは、オルタナティブロックよりのサウンドになったが、シックスアルバム、アプライシングより、再び、モーターヘッド張りのそうです、エンロールに回帰した。また、2002年には、スウェーデン、 ストックホルムのスウェーデン王立歌劇場でとエントゥームドが共演するという公演が8回行われ大盛況を迎えた。これはエントゥームドがバレエ公演用の曲を演奏するのではなくエントゥームドの曲もちろんデスボイスで歌っているに合わせてバレエ団が踊るという大変実験的なものであったらしい。この公演の様子はアンリエルエステートとして CD でリリースされている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。